つけるわね。しまった。あ、やっぱり。最近ジュラの自分で映画ピークを迎えている。自分でやり直すまで8ビートのジダンダは16ビート32ビートとエスカレートするのだった。ほら消したわよ。自分でつけなさい。誰をしな。ふっつんママ2歳児ジュラの主張。自分では自分でやってほしくない時ばかり出る。ジュラお鼻出てるじゃないの。自分で自分でやったら鼻がほっぺに映るだけでしょ。お母さんが手伝ってあげるから。いやー自分ほらお母さんの言った通りじゃない。ほらお母さんがやってあげる。もういいから自分でやらせろよ。うるさいから。もうああなったら手遅れよ。もし自分で絵をさせないと1時間以上の大泣きを覚悟しなくてはならない。だから自分で絵になりそうなことは最初から自分でさせるのだが、汚れるから食べさせたい。そのズボン後ろ前だけど、まあいっか。こんな風に何を自分でやりたがっているのか分かるときはまだいいけれど。はいはい、分かった分かった。はい、自分でね。はい、新しいのストローもちゃんとついてるわよ。リンゴじゃなくてオレンジが良かったの。もう一体どうすればいいの。なんとこれの正解は、ストローは自分で取れないから取ってちょうだい、穴に刺すのは自分でやるわだったのだ。これを分かるのに1週間かかった。やり直しの効かないことはもっと困る。はい、ジャック、ご飯だよ。自分でジャックにご飯あげたかったのね。ごめんね、お母さん今あげちゃったの。自分でだって、これ以上あげたらジャックお腹壊しちゃうからね。自分で自分で。じゃあジュラは晩ご飯あげてね。16ビートだ。ほら、あげなさいよ。はい、ジャック、ご飯だよ。ほら、ジャック、ご飯、うん。結果、ジャックは食べ過ぎて下痢をする。疲れた。お疲れさん。ねえ、ジュラってば最近は自分のことだけじゃなくって私のやることまでやりたがるのよ。もう勘弁してよ。ジュラの自分では次の段階に移ってきたか。まあ子供ってのは似たようなことして成長するもんだな。氷河だよ。あれも今のジュラぐらいの時に凝ったろ。あ、そういえば。そう、お母さんだ。お母さんでしゅ。さあ、お掃除するわよ。確かに氷河も3歳前後、ちょっとだけお母さんに怒ったことがあった。恐ろしい。あ、待てて。あの格好は。お母さん。はい。
誰か止めて。そんなわけで現在我が家にはお母さんが二人いる。正当なお母さんの私と。お母さん。はーい。二歳のジュラお母さんである。お洗濯、お洗濯。今干したばっかりの洗濯物。もう二度手間ばっかり。時間がいくらあったって足りないじゃない。ジュラがやる、ジュラがやる。ダメダメ、割れたら危ないでしょ。怪我しちゃ大変。ジュラはまだできないのよ。お母さんがやるから。なんで。無理無理無理だってば。自分で自分で自分で。うるさい。いつも水浸しにて終わりでしょうが。泣いてろ。ところがこれが何時間でも泣き止まない。おかま声になる頃、さすがにこっちが根負けする。床に新聞紙を敷き詰め、タオルを敷くなどと厳重な装備をしても、下の階に漏れないか心配で心配で身が細る。そうかと思うとこんなこともある。あったキュウリの浅漬け。よし、今日が食べ頃だ。昨日では早すぎるし、明日では疲れすぎる。ダーリンはキュウリの浅漬けが大好物だ。俺のキュウリが。そして手垢いっぱいのキュウリのみじん切りが出来上がる。一応出すけど誰も食べない。俺のキュウリ今日も食えなかった。ジュラ、もう4本目でしょ。やめてご飯食べなさい。このままじゃ我が家はジュラに破壊されるわ。これじゃいつまで経ってもキュウリの浅漬けが食えんな。よし、今回も使いっぱい尻作戦だ。その手があったか。使いっぱい尻作戦とは、以前氷河の時に開発した技だ。おい氷河、タバコ取って。はいはい。氷河、このゴミ捨ててきて。はいはい。氷河、新聞ね。成功間違いなし。おとじ、おとじ、びしょびしょ。そうだ。ねえジュラお母さん、このゴミ捨ててきてくんない。やった、作戦成功。頼むよジュラ。やだ、ジュラは赤ちゃんだからできない。もうこのくすぐき。ジューラにはもうお手上げだぜ。でもこのやりたがりを自立心としてうまく伸ばせば、ご飯も作ってくれて掃除もしてくれる子になるかもしんない。ご飯できるよ。あ、はい。すごくいい。無理無理、便所についてきて人のケツまで拭いてくれた息子が今あれだもんな。お母さん、ラジコンがない。自分で探せない。そっか。お父さん、テレビゲームやって。自分でやれない。だろ。ジュラ、テレビつけて。自分でつけれない。なぜ子供ってできないときはやりたがるくせに、できるようになるとしなくなるのだろう。
リラリラリラタタリタリラリラリタタリ。やったな。ちょっとダーリン、泳ぎの練習の邪魔しないでね。泳ぎ？そうよ、今年もついに来たの、運動会の季節が。おお、よしヨガ、お父さんが練習の相手してやぞ。してもらいなさい、相手してもらいなさい。我が家は運動会という言葉に敏感だ。それは去年の悪しき思い出に由来する。ガオ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 。感激ママタリラリヒョウガの運動会。悪しき思い出とは。次ヒョウガだよ。もし一等だったらどうする。ダーリン、早くビデオ。ああ、そうだ、ヒョウガの記念すべき初めての運動会の勇姿。なんか嫌な予感。位置について、よーい。氷河は強烈に遅かった。自分の子供がよその子供に比べて足が速いか遅いかなんて初めての運動会まで知る機会はない。幼稚園の運動会はその子のこれからの運動会人生をそっと暗示しそうな気がする。バカ野郎、3月31日生まれだぜ。究極の早生まれだ。しょうがねえよ。そうだよ、こんなんで運動会人生が決まるわけないじゃない。来年だ来年。そうよ、来年があるわ。そしてあっという間に1年が過ぎ、今年こそ一等賞を取るんだからな。ヒョガ、お父さんと競争だ。まずい、ヒョウガ、腕をもっと振れ。足だ、足を上げろ。違う、リズムだ、リズムで走れ。ああ、右手と右足一緒に出してどうすんだ、笑うな。ああ、疲れた。いよいよ明日ね。やるべきことはやった。頑張ってくれるわよね、ヒョウガ。そりゃもちろん。どうした？運動会のこと考えたら急に胃が。そんなこと言われると俺までも。私たちは氷河の親となり、初めて運動会が嫌いだった友達の気持ちが分かったのだった。ごめんな、ガリ弁の田中、俺あの頃をバカにして。運動会。親がこんなに苦しんでんのに、こいつはとっとと寝なさい。ヘリ充電 OK。 二段お重弁当でき、起きなさい、ヒョウガ。ヒョウガ起きろ。よく寝てること。ヒョウガ余裕じゃん。こっち向いて。何よ、母さん。あ、いいのいいの、こっち来なくて。みんなと一緒に歩きなさい、まっすぐ。あの子ったら。自分の置かれてる立場分かってんのかね、あいつは。あ、いくらなんでもお遊戯は失敗しないわよね。大丈夫さ、ちゃんと練習したんだから。ああ、よし、名誉挽回だ。楽勝。ダーリン、かっこいい。お父さん、ほらほらほら、引っ張れ。どんどん。何もそこまで。お父さん、次は年中組のかけっこです。いよいよね。いよいよだ。今度こそ頑張れよ、ヒョウガ。お母さん、もう振らなくていいの。しっかり前見て。どうしよう、ダーリン、これじゃ去年と同じじゃない。いや、大丈夫だ、あれはあいつの余裕だよ、余裕。どう見たってただの大きなだけよ。位置について、よーい。
ぱり。おお、いけー、ヒョウガ負けるな。仲良く同時にゴールイン、2人とも3位です。おめでとう。何、ヒョウガ3位だ。やった、ヒョウガやった。たとえ4人中の同着3位だったとしても、親は嬉しいものである。よくやったぞヒョウガ、3位だもんな。たくさん食べなさい。おいしい。おいしい。で、午後は何やるんだ？大玉転がしと借り物競争よ。よし、この調子で頑張れよ。はい、位置について、よーい。いいぞいいぞ。強いな、赤組は。こりゃ楽勝だ。赤組、ヒョウガの番よ。頑張れ。今だ、バトンタッチ。よし。あ、お。お、おい、早く追うんだ。あ、待て、慌てんな。ちゃんと前見て押せ。落ち着け、まだ余裕があるぞ。ないわよ、白組が。走れよ、押せ。あ、いや止めろ。あ、いやいや止まるんじゃない。あ、もう少し焦ったらどうなるの。ヒョウガ、何やってる。ヒョウガのせいで負けてしまった。あ、すいませんね、なんて言っていいやら。ごめんね、本当にごめんね、許して。気にしないでいいわよ、こういうのが幼稚園児は可愛いのよ。団体競技で勝ってたものを我が子の番で抜かれる親の気持ちなど、味わったものじゃなきゃわからない。もういい、運動会は適当でいいやな。そうね、運動会は適当でいいわね。借り物競争を手伝ってくれる年中組さんと父兄の方は集まってください。なんだ、ヒョウガは手伝いなのか。そうよ、適当に手伝えばいいのよ。ここの借り物競争は、色紙を切ったシャツやソックスを持たされて、先生が青いソックスとか青いシャツとか言ったら、それを持ってる人のところへ園児が行って、ゴールまで一緒に走るという競技だ。皆さん準備はいいですか？あら、ヒョウが緊張してる。年少組の手伝いだからな、お兄ちゃんぶりたいんだろうな。ヒョウガは青いソックスだからね。落ち着けヒョウガ、リラックスだ、リラックス。じゃあ始めますよ。青いシャツ。勘違いしてる。最後までよく聞きなさい。黒いソックス、黄色いパンツ、青いパンツ、青い帽子。あれ、なかなか呼ばれないわね。青いソックスだよ、青いソックス。何やってんだ、早く呼んであるよ、あの先生。ピンクのソックス、黄色の帽子、赤いパンツ、緑のシャツ、黒い帽子。嘘、ねえダーリン、どうなっちゃってるの。おかしいな、子供全員呼ばれるんじゃないのか。さあ、いよいよ最後です。まずいよこれ、なんかの間違いじゃないのか。俺先生のとこ行ってくる、待ってろ。最後は、あ、ちょっと、あ、ごめん。青いソックス。適当でいいやと思いながらも、なんだかハラハラさせる運動会の氷河なのだった。
ャツ君の声洗いたての微笑みで僕を抱きしめる君の長い髪にそっとキスを返して優しく揺れる片付けてよ。次回、ママはぽよぽよザウルスがお好き、うんざりママおもちゃ